こんにちは、はじめまして。私はニーナさんのキャラクター木村小原よ。今日はガオモンペンディスプレイ PD156 プロを使ってナルトのキャラクターに変身するね。製品の開封作業は全ての製品詳細と一緒に画面の左側に表示されるわよ。ガオモンペンディスプレイ PD156 プロは画面の質感がとてもよく、紙に書いたような感じがするよ。画面の右側でニーナがタブレットを試しているのがわかるわよね。ナルト岸本雅史さんのドローイングでイラストを描くの。パックンと一緒にかっこいいポーズをするけど、あなたはそれが好き？タブレットペンの筆圧はチャンネルでレビューされているガオモンタブレットユーザーに大きな違いをもたらすこと間違いなしよ。これは間違いなく最高のもので、スクリーンタブレットを探しているあなたにとって素晴らしいオプションになるわ。何？私に黙ってて、って静かに絵を描いてるところを見たいって？それは傷つく。ジョークよ。このビデオを見てくれてありがとう。ガオモンタブレットの詳細については説明を見てみてね。じゃあねー。